はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。1時回りました。5月4日火曜日でございますね。まったりとした午後になってます。お昼にビール系飲料3缶いただきました。ふわ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 っとしますけどね。しかし世の中平和ですね。何も起こっていない、何にも起こっていない。だからね、ニュースはね、ニュースはもちろんあるんですけど、なんというか意味のあるニュースがないんですね。で、中でもですね、最近よく出てくるのは夫婦別姓っていうんですか、別姓、別所、別姓ですね。夫婦別姓で、いわゆる夫婦になったらですね、奥さんが旦那さんの姓を名乗るんではなくて、自分の姓を名乗るということを法制化しようという動きがあって、それが賛成やとか反対やとかって言うんですけど、どうでもええやんっていう全然どうでもええやんっていう話ですね。いや、現行でもね、結婚しはっても旧姓のまま仕事してはる女性っていっぱいいるでしょ。それで何の不都合があるの？戸籍上も、じゃあ戸籍上の名字も元のままにしようかっていうんで、それそうしたい人はしたらええやんっていう、今そういう制度はないんですよね。戸籍という制度がありますんで、戸籍という制度もよくわからんからやめてもええと私は思ってるんですけど、戸籍っていうのは実に東アジア的な制度ですね。家という制度になって、昔は家父長というのがいたわけですけど、それの名残みたいなもんで、別に住民票だけでええやんとは思いますよ、私も。で、夫婦になるかどうかというのは、基本的に今の制度があってもいいと思うんですけど、フランスなんかはこう夫婦という制度と準夫婦みたいな制度がありますよね。あれも将来的に取り入れてええんちゃうのというか、日本人でもね、3組に1組は離婚してるわけなんですよ。だから夫婦という制度自体がもう今崩壊の危機にあると言っていいわけですね、世界的に。特に文明国では。だから、やめてもええんちゃうかなぐらいに思う。だから戸籍という制度もやめてもいいと思うんです。別に別姓やったら別姓でええやんと。ほんで、旦那の姓を名乗ったらええやんという。その辺別に、そこをなんで議論になるんやと、不思議でしゃあないわけですね。で、日本は旦那のせいになるわけであって、それはアメリカやヨーロッパでもそうですね、旦那のせいになりますね。で、その向こうで婿養子という制度があるのかどうかよく知りませんけども、あれですね、婿養子という制度ないんかな、家という制度がないですからね、ヨーロッパには。あれどう、この前お亡くなりになったエジンバラ公、あの方の姓は何なんでしょうね。嫁はんのエリザベス女王の姓を名乗ってるんでしょうかね。エリザベス女王自体が姓何なん、ウィンザーですかよう知らんけど。事実関係が重視されるわけだって、名前なんていうのは別にこう、適当なもんでしょう。で、日本もね、名前を一つにせえと言うたのは、たかだか明治で150年前なんですよ。西郷隆盛という方がいます。僕らは西郷隆盛って呼んでますけど、あの人は西郷何やったかな、西郷吉之助っていうのは名前で、我々はセゴドンとか言うて、それがドラマになりましたけど、薩摩藩の中ではセゴドンって、西郷さんという意味なんですけど、で、吉之助堂とか、吉殿とかってそう言われたわけですね、仲間内では。で、吉之助っていうのは名前ですね、呼び名でありまして。で、本当の名前ってあるんですよね。で、それが、何なんかということで、明治になった時に名前を一つにしましょうと。で、大久保さんは大久保利通ですけども、大久保一蔵って一蔵丼って、一丼って言われたわけですけども、それで一蔵ではあれなんで、利通という本来の名前、意味なって言うんですけど、それに統一しようと。で、西郷さんはどうも、何ですかって役人が聞いたときに、おいは、流動じゃ、と。流動だって言うたわけですね。高道っていう、それが何か知らないけど高森だとなったという説がありますけど、弟は柔道さんっていうですね、継ぐ道、
西郷嗣道っていうような本名ですね、海軍大臣を務められた。江藤新平という人はね、江藤新平何がしという名前があったらしいんですけど、何がしの方ではなくて、俺は新平でええわって言うたらしいんですね。で、新平では軽いでしょうと言われたら、じゃあ新平と言うてくれというようなエピソードがあるぐらいでして、それまでは日本人もいっぱい名前があった、呼び名があり、通称があり、意味名があったわけですね。台湾に逃れてきた蒋介石という人がいますけど、中国にもやっぱ同じように呼び名と名前がありまして、蒋介石の場合はですね、蒋中正介石というらしいですね。だから中正が呼び名であったらしくて、中国語よく分かりませんけどね、介石が意味名であったと。で、蒋介石と名乗ったらしいんですけど、もうタクトも多分なんかね、タクトは多分意味名であって、呼び名はあると思うんですよね。で、諸葛亮孔明なんて言いますよね。諸葛亮っていうのは呼び名であって、孔明っていうのは意味名であると。まあまあ、そんなめえこし、そんな言うたらアラブ人とかってどんだけ名前あんねんって世界ですね。で、西洋人にかってあれでしょ、クリスチャンネームってあるわけでしょ、ミドルネームってあるわけで。まあまあまあ、どうでもええやんっていう世界ですね。で、中国と朝鮮半島の場合は奥さんは旧姓のままなんですね。蒋介石、蒋介石で毛沢東の奥さんを江青と言いますよね。あれ2人目の奥さんですけど、江っていうのは名字ですから、江青っていう、毛沢東の奥さんだから毛青にはならないんですよ。江青のままなんですね、ずっと。中国韓国の場合、中国韓国と朝鮮半島の場合はですね、奥さんの名前変わらない。なぜ変わらないんやってよう知りませんけども、その家に一族ではないという考えらしいですね。よそから来はったということで、日本も女性、昔の女性というのはですね、そのあれですね、男性の姓を名乗ったりしなかったですね。例えば豊臣秀吉の奥さんは尾根と言いますけど、豊臣尾根というふうな書類は残っていないわけで、あくまで尾根なわけですね。あれですね、何だろう、清少納言というのはですね、なんていうか旦那さんの名前ではなくて清少納言の娘という意味らしいですね。紫式部もそうらしいですね。紫式部の娘ということらしくて、いわゆる嫁いだ先の姓ではなかったですね。嫁いだ先の姓を正式に名乗り始めたのは江戸時代ぐらいじゃないんですかね。まあだからどうでもいいんですよ、はっきり言うて。そんな名前なんて。戸籍という制度を確立したのは明治期ですから、その時に女性もですね、旦那側の姓をはっきりと名乗るということになりまして、それがその従属してるとかって言う人もいるので、でも、ね、従属してなかったら自分の姓名乗ったらええやんって。いや、私の周りもいっぱいいますよ、仕事してる人で旧姓名乗ってる人っていうのは、まあ、それはそれでええやんっていう。ただ日本は正式名称は戸籍名ですから、戸籍名称はなんとかだけど仕事上はなんとかっていう人結構いますよね。まあそれで幅かりがあるんであれば、別に制度を改めて、中国や韓国のように元の姓を名乗ってもいいということをしたらええやんっていうことですね。で、子供がどっちの姓を名乗るかっていうのは、その子供が18歳の時決めたらええやんっていう。まあ、あくまでもね、名前ですからね、名前って便宜的なもんであって、その人の本質を表してるものではなくて、表に出すこうネーミングみたいなもんですよ、私から言わせれば。どっちでもええっていう話があって、なんでそれをね、ああでもないこうでもないと議論してないんだろう、不思議でしゃあない。今のね、戸籍制度を気に入らないんだったら、もう書いたらええやんと思いますし、別にそのまんまでも別にその人格まで変わりませんからね、名前が変わったからといって。便宜的に呼び名が変わるだけであって、なんでそれをね、ああでもないこうでもないっていう議論になるのかって、もう不思議でしゃあない。それ本質は変わるもんじゃないわけでしょ、こうついてる名前が変わるだけであって、それが、ああだこうだってのは非常にこう形式的な理屈としか思えないですね。
なんでそんなことをあったらこれやってんやろなって、不思議でしゃあない。その人の本質が変わるわけではない、ね、わけであって、なんでそこに、そこに話は収束したいのかと思ってしまいますね。だから申し上げた通り、各国、時代、また日本でも時代によって制度は全然変わりますけども、まあええやん、どうでもいいというふうに私は思ってますという話でございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。